いすみチャンネル。皆さんこんにちは。今回は大阪万博に関するテーマです。一時は万博に関して随分議論がいろいろ交わされましたけど、やっぱり大きな2つ、政治と金のテーマ、裏金問題ですね。そしてもう一つ、能登半島地震、この2つの大きなテーマがありますので、どうしても最近いろいろテレビを見ていましても、大阪万博に関しての議論はちょっとかつてほど議論されているかというとそうでもなくなってきていますが、やはり大きなテーマであることは変わらないと思います。ただ、改めて思いますのは、今言った2つのテーマと大阪万博も密接に関係していると思います。まず1つ目です。能登半島地震と大阪万博のテーマです。これもいろいろ賛否言われてましてね、ある方はもうこんな大変な状況だから、まあ能登半島の被災者支援こそ優先すべきであって、大阪万博はもう中止でいいのではないかという方もおられます。別の方は全く別問題なんだから、両方ちゃんとそれぞれごとにやればいいという考えの方もおられます。両論あると思います。で、私はですね、やっぱり政治、明石市長を12年やっていましたから、やはり全くその2つのテーマが無関係とは思いません。キーワードは優先度です。もうちょっと言うと、結局政治というものは、方針を決めて、お金をどこに使うのか、人をどこに、重点がするのかっていうのが政治ですから。で、合わせて、やっぱり物についても、どちらに対して重点がしていくかというテーマがありますから、いわゆる、能登半島地震における、被災者の支援と、大阪万博の、まさに、テーマというものは、実は無関係じゃなくて、どちらにお金を使いますか、どちらに人を当てますか、どちらに物を重点的にしますかというテーマなんです。つまりここは、無関係じゃなくて重なっています。しかもエリア的にも、関西エリア、北陸エリア近いですから、そういう意味では、大阪のさまざまな建設関係者も、大阪万博に多くの建設労働者が一気に集まるのか、被災者支援、そういったまさに復旧復興に向けてしっかりとそちらに特貫工事するのかという形になりますから、その働く人も一人が二人に分かれられませんから、どちらの方により多くの人を、行ってもらうのかというテーマですし、その時のいわゆる重機類ですね、そういうさまざまな、工事をしたり物を建てたりするんだって人の手だけでは無理ですから、そんな重機とか資材とかもどちらを重点化するのかというテーマになりますから、当然無関係ではない、まあ、エネルギーにつきましては、エネルギーはつまり政治の関心は両方に向けるべきだと思うので、私はそれはそれでいいと思います。で、ただ実際の人と物については、2つに割れませんから、どちらが優先であれば、最終的には私は今はまず被災者の、方を優先すべきだと思います。でその結果、まあ、万博について状況は厳しいという判断ができるのであれば、やはりそれは、延期とか縮小とか中止とかいう議論になってくると思いますので、まあ、そういうのはまさに政治決断であって、それこそドバイの万博だって1年延期したわけですし、東京オリンピックも1年延期したわけですから、延期というものはちゃんと前例もありますので、特に今回、大きな地震というテーマですから、それは国際的な理解も得られる状況になってきてますから、まあ、私としては、まあ、この際、大阪万博については少なくとも延期は決めはったらいいと思いますし、私はかねてから縮小は進めてやるべきだと考えなので、私としては延期かつ縮小は必要だと思っています。もちろん中止についても選択肢だと思いますので、私自身は中止も排除はしませんが、ここはしっかり議論をすればいいと思います。ただ漫然と、もうやってしまうということは、もう予算が膨らみ続ける状況を放置しながら、漫然とやることは、これは政治家としては怠慢だと思いますから、私はその立場に立ちません。選択肢としては延期かつ縮小、場合によっては中止も、政治決断ではありだという立場であります。まあ、今こそ政治家が決断すべき時だと思います。あとこのテーマに関しまして、高市大臣が、延期もありという発言をなさいました。これはこれで、新しい一石を投じたというテーマだと思いますが、もう行った直後から、まあ、総理に従いますみたいな形ですから、まあ、若干腰砕け感があって、まあ、本当にそう思うんであれば説得するというか、場合によっては閣僚を辞しても今はこうだというぐらいの覚悟を見せるのも一つだったと思うので、そう見て若干ポーズというか、私は被災者の方を万博より優先している立場ですよということを言ってみただけというふうにも見えますので、私としては政治家としては、まあ、特にリーダーを目指している方であれば、もう少し覚悟というものを見せてほしかったなとは思います。はい、以上です。いすみチャンネル。質問です。今回は万博よりも、まあ、震災
おっていう声で、まあ、高市氏の声はあったんですけど、もっとなんか他の議員とかマスコミからも声が上がってもいいのかなって思ったんですけど、そのあたりの感覚というか思いはありますか？どうなんでしょうね。やっぱりあとまあ大阪万博に関してはもう、まあ、オリンピックもそうでしたけど、マスコミも入っちゃってますからね。特にテレビ局なんかはもうほとんど一体ですから、まあ、だからまあそういう意味ではマスコミ、まあ、新聞社テレビも含めてオリンピックや万博に関してはもう早い段階からまたそっちグループに入っちゃってるので、まあそこで批判できるかっていうのは論点でしょうね。私はしたらいいと思うんですよ。まあいろんなお付き合いもありますし、まあ、報道の必要性もありますから、新聞やテレビなどのマスコミがオリンピックや万博というような大規模イベントの一端を担うってことは別に、私は別に間違ってないし、ありだとは思う。それ自体はね。ただだからといって、そのコストの問題の部分をもう、やっぱり報道しないとか、この状況を受けて、万博の見直しを報道しないというのは間違っていて、まあちゃんとそこはマスコミの責任においてしっかりとした報道をして議論をすべきだと思います。だから政治と金で被災者支援、万博、このあたりはもうそれぞれとても大事だと思いますね。はい。あと先ほど言いました、大阪万博について、まあ、非常にメディアで議論されている状況の中で、その後いわゆる裏金問題で政治と金の問題、そして能登半島地震の関係のテーマになりまして、どちらかというと大阪万博のテーマが最近テレビから少し離れている状況ですけど、実はこれ全部つながっていて、まあ、まさに被災者生活再建支援的な災害者被災者の支援、災害にあった被災者の支援と万博どちらを優先するかという問題もありますし、政治と金のテーマも実は大阪万博ともろに重なっているテーマなんですね。結局どっちを向いて政治をするのかというテーマですから、結局、生活に苦しい庶民の方を向いた政治をするのか、一部の業界団体の方を向いて一部の業界団体と組む形で政治家が一定の何らかの利益を得るというような構造の政治がいいのかという論点で、まさに大阪万博も一緒なんですよね。政治と金の問題そのものでありまして、いわゆる多くの国民は、それほど万博に対して強い期待を持っているわけでもなくて、もう縮小したらとか延期したらとかもうやめたらと言っている方も多いわけです。にもかかわらずもう突っ込んでいるのは何のためなのかと。それはまあ万博によって利益を得るのは実は一部なんですね。よく経済効果と言いますけど、経済効果っていうのはその一部の業界が儲かるっていう金額であって、その経済効果の元となるお金を出すのは庶民なんですよ。庶民は税金で負担するだけじゃなくて、万博の入場料も負担する。その入場料の負担した金額が儲かる。その金が経済効果なんで。経済効果って別に国民にとってお金が来る話じゃなくて、お金が出ていくような話ですから。まあ、そういう意味では、いわゆる普通の国民庶民にとって何が必要かっていう論点について、今の政治が庶民国民じゃなくて、一部のまさに業界団体、企業や団体の方を向いて、政治家がその近くにいて、まあ、そちらに差配して政策が歪んでいるという一つの例だと思います。だから大阪万博に関しても政策が歪んでるからこうなってるんであって、金額が増えるんであって、普通に考えたらそもそも的に大阪万博すべきかどうかの議論もありますし、やるにしても金額は当初の予算で収めるという価値判断になるでしょうし、それはことごとく変わっていってるわけですね。そういう意味においては、まあ、政治と金の悪しき、まさに象徴的な事例が大阪万博というふうにも言える面はあると思います。はい、質問です。1個、自分らのお金がまあ使われてるとかいうところが意外とピンとこないとか、逆にこれは市民国民とか私たちの責任でもあるかなと思うんですが、そこもっと関心持とうよとか、そういった思いとかっていうのは泉さんありますか？もちろんあります。特に規模が大きくなればなるほどよりブラックボックスがしてくると。明石市やってましたから、明石市なんかもそうですけど、予算組みますから、これに50万これに100万とか結構それがクリアに出るわけですよ。チェックもできるんですよね。でも大きくなりすぎるとかえって見えにくくなってしまっているテーマがあります。で、国なんか特にそうだし、まあ、今回の大阪万博なんかも一体大阪万博にいくらの税金を使うんですかということをすぐに答えられない状況ですから、規模が大きくなりすぎて全体を把握している人がいるかいないかわからないと、まあ、それぞれがお金の分の量になっていて、まあ、そういう意味ではそこのブラックボックス化というかな、私たちのお金はどこに消えているのかというテーマに関しては本当に強く思っております。で、このテーマそれこそ私からすると我が恩師石井幸喜さんが追求したテーマであって、国民が一生懸命働いてその捨てる税金というものを政治が無駄遣いしていると、どこに使われているのかさえはっきりわからないと、当時からそうです。石井さんこの時は当時から石井さんそれを追求しようとしたわけで、国民のお金は一体どこに消えてるんだと、
ということを調べようとしたのは石井さんでした。で、調べる途中で、まあ、いきなり殺されたわけですけども、そういう意味ではもう政治に関してはもうお金の使い道というものはもっと厳しく見ていくべきだと私は思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。